こんばんは、ゲーム屋和です。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察や、ゲームにまつわるエピソードの解説を行っていきます。毎月1日、15日更新、前編後編合わせて、毎回約30分を予定しております。第111回の今回は、追悼特別企画として、杉山浩一さん特集と題し、個人の足跡と偉業を振り返ってみたいと思います。それでは杉山浩一さんの略歴を紹介いたします。杉山さんは、戦前の1931年に、東京で生まれました。音楽好きの祖母や両親の影響により、子供の頃からクラシック音楽が大好きで、いつしか自分で音楽を作曲するようになったそうです。大学卒業後、ラジオ局の文化放送やフジテレビで、音楽番組のディレクターなどを務める傍ら、ミュージシャンへの楽曲提供を始めるようになり、その後フジテレビを退社して、フリーの作曲家として活動するようになりました。これまでに手掛けた楽曲の総数は、おそらく2000曲に上るとのことです。主な代表曲は、いわゆるポピュラーソングで言うと、花の首飾りや甘色の髪の乙女、学生街の喫茶店などが有名です。また、テレビ CM の音楽も数多く手掛けていて、ハウス食品のバーモンドカレーなど、杉山さんが作った曲とは知らずに、日々耳にしていた方も多いのかもしれません。さらに、競馬のレース直前に演奏される、JRA のファンファーレも、杉山さんが手掛けたものです。1986年にドラゴンクエストで、初めてゲーム音楽を担当し、以後亡くなるまで、すべてのナンバリングタイトルで、数々の楽曲を手掛けることになりました。そして、ゲーム文化に偉大なる功績を残し、2021年、9月30日、敗血症性ショックでこの世を去りました。それでは杉山さんの人生を振り返っていきましょう。こんばんは。よろしくお願いいたします。今回も3つのチャプターに分けてお話しいたします。それでは最初のチャプターはこちら。チャプター1、好きなものに情熱を捧げた人生。1984年に、ドラゴンクエストで音楽を手掛けた時、杉山浩一さんは、すでに55歳でした。したがって、杉山さんが、ゲーム音楽と関わりを持つに至るまでには、それまでの55年分の長い道のりがありました。当然のことながら、杉山さんといえば、ドラクエというイメージがあると思いますが、個人に敬意を表すべく、ドラクエに至るまでの反省にも、改めて向き合ってみたいと思います。今回、杉山さんの長い歩みを調べてみると、それは自分の好きなものに、とことん情熱を傾け続けたという人生でした。例えば、杉山さんの趣味の一つはカメラで、所有しているカメラの台数は、なんと2000台以上だったそうです。日本全国を歩き回って集めた、2205種類の日本のカメラを収めた、国産カメラ図鑑という本まで、自身で手掛けていました。いくら好きなものに没頭するとは言っても、杉山さんの熱量は、いい意味で突き抜けたものがあったようです。もちろん、テレビゲームも大好きな趣味の一つで、それに対する情熱が、後にドラクエとの縁につながりました。杉山さんのご両親が知り合ったきっかけは、麻雀だったそうです。したがって子供の頃から、杉山さん一家は、家族で麻雀やトランプなどに興じていました。また、大人になってからも、1978年に稼働し、大ブームとなったスペースインベーダーをきっかけに、コンピューターゲームにハマるようになり、古今東西、およそ300種類のゲームを収集するなど、ゲームに対する思いは、ますます高まっていたとのことです。そして、カメラの時と同様に、やはり最終的には、好きが高じて、ゲームでも図鑑的な本を手掛けていました。自分が好きになったものに対しては、徹底的に情熱を注ぎ込む。それが、杉山さんの一貫した生き方だったようです。そして、杉山さんは、人生をかけて、自分の好きな音楽に向き合い続けました。先述したように、2000曲以上という、膨大な数の楽曲を手掛け、2016年には、84歳と292日の、史上最高齢で、ゲーム音楽を作曲した作曲家として、ギネス世界記録に認定されています。杉山さんの、自分の好きなものに対する情熱は、まさに、世界記録になるほどの巨大な熱量でした。杉山さんは、第二次世界大戦勃発の8年前、1931年に、現在の東京都台東区に生まれました。杉山さんにとって、音楽にまつわる最も古い記憶は、おばあちゃんが子守歌代わりに歌ってくれた、賛美歌の歌声なのだそうです。
音楽好きの祖母や両親の影響から、おもちゃを買ってもらうよりも、音楽レコードを買ってもらう方が嬉しかったと、杉山さんは自身の幼少期を振り返っています。家族で歌を合唱し、楽譜の読み方など、両親から音楽の基礎を学びました。街を練り歩くちんどん屋が大好きで、夢中になって音楽隊についていった挙句、迷子になってしまったこともあるそうです。しかし、小学生時代から、中学生時代にかけて、第二次世界大戦が勃発します。戦時中、杉山さんは、4人の弟妹と共に、大分県や岐阜県に疎開していました。疎開先では、深刻な食料不足に陥り、川魚や蛇、イモリなどを食べて飢えをしのいだそうです。一時は、ビタミン C の欠乏による壊血病にかかり、生死の境をさまよったこともありました。戦争中だったことから、周囲の子供たちが、将来は陸軍大将になりたいと口にする中、杉山少年の夢は、オーケストラの指揮者になることでした。その頃からすでに、学校のクラスでコーラス隊を作り、指揮者の役を買って出ていました。また、空襲の最中にあっても、光を外に漏らさないようにして、家族でつつましく、花札やトランプで遊んだり、音楽を楽しんだりしていたとのことです。戦争が終わったのは、杉山さんが中学1年生の頃でした。初めて作曲をしたのは、中学3年生の時で、国語の教科書に掲載されていた詩に、自分でメロディーをつけたそうです。そして、お小遣いを貯めて、交響楽団の定期演奏会に足を運ぶほど、当時から音楽にのめり込んでいました。ドラクエの音楽もそうであるように、杉山さんの音楽のバックグラウンドは、クラシック音楽です。戦後は、外国のレコードが入手困難になる中で、杉山さんは、米軍が放出したクラシック音楽のレコードを、かろうじて手に入れていました。杉山さんのお父さんが、物々交換で手に入れてくれたそうです。当時のレコードは、手に入れること自体が難しい上に、片面にわずか5分程度しか録音できない代物でした。しかし、それでもレコードを入手できた時には、体が震えるほど感動したことを、今でもよく覚えていると、2002年のインタビューで杉山さんは語っていました。そして、そのレコードを擦り切れるほど何度も繰り返し聴き、偉大な作曲家たちの音楽を体に染み込ませ、自らの血肉としていたそうです。これは、好きなものに徹底的に情熱を注ぐ、杉山さんの執念さえ感じさせるようなエピソードだと思います。その後も、音楽に対する情熱はとどまることを知らず、高校に進学すると、当時戦争の影響で休部となっていた、音楽部を復活させるべく、メンバー集めに奔走しました。その時、強引に連れてきたうちの一人に、後に作曲家として有名になる、服部克久さんがいました。高校時代も音楽漬けの日々を送り、高校3年生の時には、バレエ団からの依頼により、子供のためのバレエ、迷子の青虫さんという、オペラ音楽を作曲することになりました。やがて高校卒業を控え、大学進学は、音楽大学に進むことを志望していましたが、ピアノが弾けなかったために、あえなく断念したそうです。音大の入試試験には、ピアノを弾く実技試験がありました。しかし、戦後間もない当時は、ピアノがある家は、ごく限られた、裕福な家庭のみだったとのことです。そのため、杉山さんの家にもピアノはなく、いくら音楽に対する人並み外れた情熱があったとしても、ピアノを練習できる環境にありませんでした。そこで杉山さんは、音大への進学を諦め、仕方なく東大に進むことにしました。実際にインタビューの中で、杉山さん自身が、仕方なくと話していました。日本広しといえど、仕方なく東大に行ったという人は、なかなかいないと思います。ところが、在学中もあまり勉学に身が入らず、音楽に没頭していたとのことです。大学卒業後は、しばらくアルバイトをしていたそうですが、戦術した、高校3年生の時に作ったオペラ音楽が、音楽評論家の有坂義彦氏という人物に評価され、同氏の推薦で、ラジオ局の文化放送に入社しました。杉山さんは、当時を次のように振り返っています。音楽学校に入ると、高い授業料を払って勉強しなければなりません。でも、ラジオ放送局に入れば、現場で音楽を学びながらお給料がもらえるから、いい仕事だなと思いました。それに、音楽学校で学べるのは、あくまでも音楽理論や技術であって、音楽を作る上で一番大切な感受性は、誰かに習って身につけられるものではありません。また、杉山さんは、芸術家にとって大切なものは、
神秘眼であると語っています。神秘眼とは、何が美しいかを自らで見極め、識別する能力のことです。料理人に例えるなら、自分の作った料理が、美味しいかどうかを見極めるための舌に当たると思います。そして、音楽の場合、何が美しいかを見極める神秘眼の根底にあるのは、やはり感受性ということになります。杉山さんは、さらにこんな風に語っていました。一流の料理人は、新しい料理を作ろうとするとき、すでにその味が頭の中にあると言われています。料理の修行で勉強するのは、包丁さばきなどの技術であって、美味しい料理を作るためには、自分の中で感受性を育んでいくしかないのです。自分の頭の中にひらめいたメロディーが美しいかどうか、それを選別する感受性は、自分で養うしかないものであると、杉山さんは話していました。ドラクエの序曲は、わずか5分で作られました。ただ、このドラクエの序曲には、5分プラス、僕がそれまで生きてきた55年分が詰まっていると、杉山さんは語っていました。逆に、杉山さんのお話によると、時間をかけて作った曲が、必ずしも、いい曲になるとは限らないとのことです。むしろ、パッと思い浮かんだメロディーの方が、後に評価されるケースが多いそうです。このエピソードは、高度な音楽理論ではなく、55年分の経験によって育まれた、杉山さんの感受性から、歴史に残る、ドラクエの序曲が生まれたことを示すものでした。その55年分の感受性の一端が培われたのが、ラジオ局やテレビ局での勤務時代にありました。杉山さんは、文化放送に入社当初こそ、報道部に配属されましたが、その後芸能部に転属となり、生演奏を放送する番組を担当することになります。そこで、プロの作曲や編曲方法を体験したことが、その後の作曲人生に役立ったと、杉山さんは当時を振り返っていました。フジテレビ勤務時代の杉山さんのエピソードは、後年の温厚そうなイメージを大きく覆すものでした。例えば杉山さんは、ヒットパレードという音楽番組のディレクターを務めていましたが、曲に合わせてカメラワークの指示をしていたため、カメラマンたちも楽譜を読めるように、杉山さんが指導していたそうです。最終的には、番組関係者全員が、楽譜を読めなきゃダメだという話になり、当時の杉山さんは、周囲の人々から独裁者と呼ばれていたとのことです。また、海外から有名アーティストが来日し、番組に出演することになった際も、その人物が口パクを希望すると、生歌をモットーとしていた杉山さんは、出て行けと一括して、そのまま帰国させたこともありました。さらに、譜面の読めない歌手に対し、出口は左ですと言って、お引き取りいただいたこともあったそうです。これらのエピソードは、昔から大好きだった音楽に、徹底的に情熱を注ぎ込んできたからこその、杉山さんの強い思いの裏返しなのだと思います。やがて杉山さんは、様々なミュージシャンに、楽曲を提供するようになり、テレビ局を退社し、フリーの作曲家としての道を歩み始めました。フリーになってからの活動は多岐にわたり、アニメや特撮の音楽、ラジオ番組のキャスターなど、幅広く活躍されていたようです。また、作品に合わせて曲を作ることを経験されたのも、おそらくこの頃ではないかと思われます。そして、フリーになってから20年後、ドラゴンクエストのプロデューサー、腐った死体のモデルでおなじみの千田幸信さんから、運命の電話がかかってきました。ご自身曰く、以後杉山さんにとって、ドラクエの音楽を作る仕事は、ライフワークとなりました。はじめにドラクエの仕事の依頼を受けた時は、まさか30年以上も続くことになるとは思わなかったと、杉山さんは生前語っていました。杉山さんの言葉、30年以上も、曲を作り続けていられるのは、やはりドラクエが大好きだからです。擦り切れるほどレコードを聴き、2000台以上のカメラを集め、2000以上の楽曲を作り、ドラクエではギネス記録に認定されました。杉山さんの任天堂 DS における、ドラクエシリーズの総プレイ時間は、600時間を超えていたそうです。杉山さんの人生は、自分の大好きなものに対し、信じられないほどの熱量で、絶えず情熱を注ぎ続けた歩みでした。それは言うなれば、大好きなことに、命の続く限り、夢中であり続けた人生でした。だからこそ、写真に写る杉山さんは、いつも素敵な笑顔だったのだと思います。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。杉山さんが、
ドラクエの音楽を引き受けるに至った経緯につきましては、第101回ゲーム屋は、ドラゴンクエストの回で詳しくお話ししております。動画説明欄にリンクを貼っておりますので、ご関心のある方は、ぜひご覧になってください。ゲーム屋は、皆さんからいただいたリクエストの傾向をもとに、取り上げるゲームを決めています。取り上げてほしいゲームがありましたら、ぜひ Twitter やコメント欄でお寄せください。後編では、ドラクエシリーズを中心に、杉山さんが手掛けたゲーム音楽について、ご本人の言葉を交えながら、じっくり振り返りたいと思います。後編は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。おやすみなさい。